はい、こんにちは。パーカッションの高見です。0から始めるパーカッション、カーベル編。この話ではこのカウベルという楽器について1からや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でハンドカーベルの持ち方や、いろいろなリズムパターン、フィルインの叩き方について解説してますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。はい、というわけでですね、今回は番外編といった感じでですね、このカウベルを叩く時の鉛とニュアンスというところについて解説していきたいと思います。 今回の内容を想定する視聴者さんをですね、例えばもうすでにラテン音楽、アフロキューバンとかアフロカリビアンとかアフロブラジリアンとかですね、演奏していて、例えば音源を聴きながら音源に合わせて演奏したり、もうすでにバンドを組んでいて、そういうラテン音楽の経験値が高い人たちと一緒にバンドで演奏してアンサンブルしたときに、あれなんか合わねえな、みたいな。おかしいなと。しっくり来ないぞと。 なんかタイミングは合っているはずなんだけれども、どうもこのニュアンスの感じがなんか違う気がするみたいなね。あるいはもうすでに鉛りとかうねりという、ね、概念を知ってはいるんだけれども、自分でこう演奏で表現できないという方に聞いていただけたらいいかなと。まあ、そういう方たちの助けになるような内容になるかなと思います。はい はいではまず動画の前半でこのカウベルに限らずですねえリズムを演奏する楽器全般に言える鉛とかニュアンスについてのまあ概念のようなね説明をさせていただいてからえ後半でですねこのカウベルで具体的にテクニックとしてねどうやってそういう鉛とかニュアンスを表現するのか演奏するのかっていうことについて解説していきますはいでは早速ですけれども僕がカウベルでリズムを叩いてみますのでまずはそれを聞いてみてください 顔上で一番シンプルなパターンコンキキでいきますコンキキですねこれを2つのパターン2つのバリエーションで叩いてみますので聞いてみてくださいまず1つ目のパターンはい続いて二2つ目のパターンはいちょっと短くて分かんなかったかなもうちょっと長く叩いてみますまず1つ目 で,で2つ目 2> <noise> はい今回やりたい話はですね、まあ、この2つ全く違うよねっていう話でございます <noise> はい、えー、どういうふうに叩いたかっていうと僕の意識としてはですね1つ目のパターンはこうんききっていうねこうんききっていうこの4音を、まあ、限りなく等間隔に叩たいた、えー、イーブンとかスクウェアっていったり するんですけれども、イーブンに同じ長さに聞こえるように叩いたっていうのが一つ目。二つ目は、えー、そのことを考えずにですね。単純にこう、こういうふうに歌いたいからっていう、えー、歌い方で、結構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 っ,っていう、まあ、歌い方をそのまま叩いてみた、という感じです。はい、でこの二つ目が、まあ、俗に言う、ね、リズムがちょっとなまっている、といった状態でございます。 でもさ、その二つの違いって、もはや感覚的な違いじゃないのと。フィーリングっていうか、もう聞いたままの感覚で、あ、こういうもんなんだと。あ、こんな感じかってね。もう感覚で、えー、叩いてた。叩けちゃったよっていう方も中にはいると思うんですよ。はい。でそういう方たちはもうこっから先見なくて大丈夫でございます。はい。ある意味でもうそれが正解なのでですね、その調子でやっていただければ何の問題もありません。はい。で、いや、ちょっと待てと。そんなの感覚で叩けねえんだけどと。 あるいは冒頭に言ったようにですね、そういうふうにリズムがちょっとなまっている人たちと一緒にアンサンブルしたとき、リズムがこうね、フローしてる状態の中で自分がコンキキコンキキって叩いたらなんか合わない気がする。浮いてる気がするってね、思っちゃった方のために説明を続けますので、ちょっとしばらく聞いてみてください。で、このコンキキコンキキとコンキ,キコンキキっていうのね、えー、違い。 まあ、あえて説明するとすると、言葉と同じようなものと思っていただくのが分かりやすいかなと思います。例えば言葉でね、こんにちはっていうのと、こんにちはっていうのは、まあ同じ意味なんだけどちょっと違うと。よろしくお願いしますっていうのね。よろしくお願いしますっていうのね。同じ意味なんだけどちょっと違うと。同じ日本語なんだけど、例えば関東圏に住んでいる人なのか、東北に住んでいる人なのか、関西に住んでいる人なのかによってね、まあ、この言葉のイントネーション、ニュアンスが違ったりしています。 まあ、いわゆるこれ、まってるって言いますね。言葉がまってると。で、このリズムのニュアンスが合わない問題っていうのはですね、例えて言うなら、まあ、自分が関東人だと思っていただいて、関西人のコミュニティの中に一人で飛び込んでいったような状態だと僕は思うんですね。周りはみんな関西弁喋ってるのに、自分だけ標準語喋ってるみたいな。なんかこう、会話はできる。意味は通じるんだけども、なんか乗り合わねえな、みたいな。噛み合わねえな、みたいな状態だと思うんですね。 で仮に自分が関東人だったとして、その関西人たちのニュアンス、ノリに合わせられるようになるためにはどうしたらいいと思いますかぜひね、考えてみてください。まあ、なんとなくね、その上面を真似して、なんでやねんどないやねんええー、加減にせえと。まあ、こういうふうに、まあ、真似したとしても、やっぱなんちゃってでしかないですね。逆に違和感あるっていうか。あるいは関西弁ガイドみたいな。関西弁の喋り方、話し方。 みたいなものを読んで学んだとしても、まあ、おそらく合わせられないでしょうね。はい。で、これと同じようなことがですね、リズムにおいても言えて、こういうふうにやれば、なまれますとかね、キューバ人はこういうふうに叩いていますみたいな知識を、まあ、知ってるだけだと、やっぱり、なんちゃってな演奏になってしまいますと。はい。で、どうしたらいいのって話なんだけど、一応僕の回答です。僕個人的な回答としては、やっぱりね、その、 コミュニティ、えー、関西人だったら関西人のコミュニティに長くいる。えー、か、えー、とにかくね、聞きまくるっていうことですね。その人たちが話している言葉のニュアンス、フレーズ、えー、歌い方、なまり方をとにかくもう聞きまくる。はい。だから耳がとにかく大事ですね。音楽においても同じで、例えばアフロ9番の音楽をやってるんだったらアフロ9番ばっかり、えー、聞きまくる。 どういう違いがあるんだろうとにかくね、えー、耳で覚える。あるいはもうそのコミュニティに、えー、属してもいいですよね、まあ。キューバに行けるのであれば、キューバに行っていただいて、えー、キューバに行けないのであれば、まあ、キューバ人とね、演奏するとか、ア、まあ、フロ系の人たちと一緒に演奏するとかするっていうのが、まあ、最短っていうかね、最良の道なのではないかと思います。はい。で、話が長くなって申し訳ないんですけれども、何が言いたいかと言いますとですね、そういう非感覚派の方々、 ちょっと感覚でうまいことできないんだけどという方々は、やっぱり両方必要だと思うんですね。両方っていうのは何かというと、一つはもう聞きまくるっていうこと。とにかくそういった音、そういうリズムがフローしている、なまっている音源だったり、実際にそういう演奏している人たち、まあ、バンドを組んでいるのであればね、バンドメンバーの音をとにかく聞きまくる。どういうふうにやってるんだろう。どこが合わないんだろう。あるいはこうすると合うかもしれないみたいなね。 えー、試行錯誤を聞きまくって、えー、耳から覚える、自分の経験値として貯めていくっていうのと、もう一個はね、それを知識で、えー、保管してほしいんですね。もう感覚でできる人だったら聞いた、まあまあ、あ、こんな感じかってね、できると思うんだけど、できない場合は知識でやっぱりそれを補う、えー、どういうふうにやったらそうなるのかってね。 理屈このチャンネルが得意とするところなんだけれどもそういった理屈こういうリズムの追い立ちがあるからこうなっててああじゃあここが当然アクセントつけるよねっていうような歌い方を知るだったりねニュアンスを知ることによって実際に演奏に活かせるようになっていただければと思いますはいではここからは具体的に演奏に活かせる知識とテクニックについて解説していきます繰り返しになりますけれどもこれ知識知ってるだけではおそらくうまくいかないと思います ですがですね、まあ、知識を知っていることによって、この音楽の聞こえ方が今までと変わる、えー、変わってくるっていうこと全然あり得ますから、知識を得て音楽をたくさん聴いて、その両輪でね、相乗効果でレベルアップしていただければいいかなと。はい、ではこういったカウベルが使われる音楽、特に中南米の音楽とかダンスミュージックがそれに当たると思うんですけれども、そういった音楽はですね、もう例外なく黒人さんの影響を受けております。はい。まあ、程度の差こそあれっていう感じですね。 こ人さんどっから来たのって言ったらやっぱアフリカなんですね。アフリカのリズムの影響を受けて全てできた音楽だと言っていいと。はい。まあ、程度の差こそあれという感じなんです。で、アフリカのリズムのどんな感じかと。アフリカのリズムの特徴をね、まあ、1分で簡単に説明しろと言われたら、まあ、こういうふうに説明しますね。例えば、こういうわかりやすい、乗りやすいビートがあったとして、これに対して、 これを3で取ったり4で取ったり5で取ったり6で取ったりするのがもう全部。 ごちゃ混ぜになってる、全部一緒になってるようなものと思っていただければいいかなと思います。で顔辺で叩くリズムがなまってる状態っていうのは一つにはですね「コキキ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 」って3で叩いてる場合と「コンキキコンキキコンキキ」4で叩いてる 場合があると思うんですけれどもこの2つがどっちだか分かんないような状態どっちつかずの小聞きなのか根聞きなのかどっちか分かんない曖昧な状態ある意味なまってると言えますよね。あるいは 今僕5で取ったんですけどはいこれ人によってはさっきのコキキ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 っていう3音3で聞こえた人もいるんじゃないかなと思います3で取ろうと思った人にはですねコンキンキコンキンキって名って聞こえると思うんですよはい こういうふうに自分が思っていたものと違う、まあ、錯覚するみたいな感覚でリズムのね、えー、捉え方が生って感じられるといったものもあります。はい。では、いよいよ具体的なテクニックなんですけれども、えー、手っ取り早いところで言うとですね、えー、コンキキ、コンキキって基本4音じゃないですか。コンキキ、コンキキ。はい。で、これに対して3。まあ、さっきで言うと、コキキ、コキキですね。 3を感じさせるようなニュアンス。つまり、4でも3でもないような、どっちつかずの状態にいけて、かつ、コンキキコンキキとね、はっきりと4で叩くこともできれば、コキキコキキって、はっきりと3で叩くこともできるっていう、その程度を調整できれば、鉛具合が調整できるっていうことになりますよね。はい。ちょっと言ってる意味わかんないかもしれないんですけども、ちょっとやってみますね。 コンキキコンキキってあるじゃないですか。コンキキコンキキ。はい。で、続いて、コキキコキキってありますね。3ですね。コキキコキキ。はい。コキキコキキを叩きながら、だんだんコンキキに移行してください。 まあこのような感じです。今、コッキキ、コッキキ、コッキキ。えー、限りなく綺麗な3音。コッキキ、コッキキ。から、コン、キキ、コン、キキ。まあ、コキキ、コキキっていうかですね。コキキ、コキキ。コン、キキ、コン、キキ。っていう4音に移行していった。えー、つまりその間の中間の状態は全てなまっていたわけですね。 はい、こんな感じですね。綺麗な3でも4でもないような、ちょっとどっちだか分かりづらいような状態ということです。でこれを練習の段階で自分でできるようにします。つまり3からコキキ、コキキからコキキに変わっていく。で、また3に戻る。 はい。これを3から4、4から3っていうのをですね、しばらく繰り返す、日々の練習にね、ちょっと空いた時間とかに取り入れていただくと、この曖昧な感覚っていうのがだんだん自分の中に得られる、感じられるようになってきます。はい、でその曖昧な感覚を得た上で、自分が演奏しているジャンルの音楽がどれぐらいのなまり具合なのか。 どれぐらい3連に寄ってるんだろうどれぐらい4連に寄ってるんだろうっていうのを聞きまくって調整してほしいんですねで。聞きまくって合わせて叩いてみて。あ、これぐらいかと。いや、もうちょっとタイトだなと。あ、ちょっとなまってるな。みたいな。 微調整をまあだんだんね、えー、聞きながら、えー、耳を鍛えることによって調整できるようにしていってみてくださいはいでも一つ具体的なテクニックとしてはですねアフロ系の音楽でこういうカウベルとか太鼓とかね叩くときにキキみたいな2発連続で2連発で叩くことあると思うんですねでこのように2連発叩くときはだいたい後ろの方を強く叩きますつまりコーンキキっていうこのキキが2連発だったらキキ ちょっと分かりづらいですけども、今1発目を、えー、振り幅小さくして弱く叩いて、2発目を振り幅が大きくしっかり叩いた。キキ、キキ。こ2発目をね、強く叩いたんですね。こういうふうにすると、まあ、こういう感じになると、えー。叩いている自分としてはこうキキ、こうキキ、コーキキって、限りなく綺麗にまに、あ、4つで取ってる。 感覚なんだけれども、聞いてる側からしたら、ちょっとなまってるように聞こえませんかね。まあ実際にね、この振り幅を大きく取ろうとすることによって、若干遅れてるっていう説はあるんだけども、こうすると限りなくね、な、え、ま、ー、ってるフィーリングになります。はい。で、あともう一つは、キッキってね、こう振り幅を大きく取るの大変じゃんと。早く叩くときなんか特に間に合わないよと。 思う方いると思うんですけども、そういった場合どうするかっていうと、コン、キ、キコン、キ、キこういう感じで、木のね、叩く場所を変える。ずらすことによって音色を変える。えー、そうすると、はい。どうですかこうね、音が違うことによって、 で、後ろの方がちょっと強調されてるように、えー、聞こえると思うんですね。で、これがなまってる風に聞こえると思うんですよ。で、これはちょっと難しいんですが、キッキッみたいにして、一発目はショルダー、二発目はボディで叩いて、キッキッこう音色を変えてもいいですね。コンキッキーコンキッキコン。はい。スティックがね、 この辺りをぐるぐる回ってるような奏法になるんですけれどもこれもねできるとかなりえこの鉛のニュアンスだったりコンキキコンキキのねえグルーブ感ループ感っていうのを演出できる奏法になりますのでえまあ興味があったらねやってみてくださいはいというわけで今回はカーベルの鉛とニュアンスについていろいろと解説をしていきましたまあねどうしてもちょっと言葉で説明するのが難しい 部分なので逆に混乱を招いたっていうか知らぬが仏の内容だったかもしれないんですけどもこういうことについてね、えー、考えたことがあるとか悩んでいる方にとっては何かしら助けになるヒントになる内容だったのではないかと思いますのでご参考までにといった感じで終わりたいと思いますはいこんな感じでこのチャンネルはパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しております他にも動画たくさんありますので概要欄の最終リストからぜひご覧になってください 毎週日曜日には YouTube ライブ使ってパーカッションのワークショップをやっておりますので、ぜひチャンネル登録して参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。